これでいいのかな。あれ、これでいいのかな。ちょっとわかんない。携帯。携帯がない。あ、誰か来た。どうも。コメントが来たね。ちょっと待って。これ、皆さんどこから来ました？ツイッターのお知らせとかから来ました？ちょっとね、URL がね、どうやって貼っていいのかよくわかんなくて、多分これで合ってると思うんだけど、できてますかね？ツイッターとかから来ました？この URL で合ってます？僕のページっていうか。多分合ってると思うんですけど。これね、初めてでちょっとあんまわかんないんですけど、多分できてるよね。風船プレゼントありがとうございます。これなんかお金になるんでしょう？よくわかんないけど。ね、これプツプツじゃない？大丈夫これ。何 これ？所持数10枚ってなんだ？なんかプツプツだよね。よくわからんな。ついにこっちに来た。そうっすね。ツイッターから来た。来れたんだ。こんにちは。まあ、さっきね、ちょっと動画撮ったんですけど、うまく撮れなかったわ。YouTube にあげようかなと思った動画を撮ったんですけど、あんまうまく撮れなくて。まあ、風船じゃねえや。編集とか全くしてないですけど、まだ。どうしようかな。撮り直すべきなのかなって。見つけた。どうもどうも。まあ、ニコニコとかで放送して導けばもっと人来るんだろうなとは思うんだけど。あ、だんだん人増えてきたね。食べる音がうるさい。これ結構ね、マイク拾うんですよ、音。初めてやってみた。なんかね、登録自体はもう結構前にしたんですけど、一回も配信したことなくて。一回も
やったことなかったんですよね。登録だけはしてたんですけど。YouTube 見てる。あ、本当っすか。これってあれっすか。どんな感じっすか。なんか、アイテムとかが50%ぐらいで換金できるらしいんですけど、ちょっと足元見られすぎな気がするんだけど。まあ、立派な玄関。まあ、そうっすね。玄関は、綺麗かもね。カクカクだよね、ちょっとね。なんでやろ。あ、だんだん人増えてきた。くちゃらとかではないと思う。なのかな。何してました？何してました？皆さん。てかさ、初めまして。ふわって言ってあれなの？なんか、スマホがないと登録できないですか？カクカクだよね。音は大丈夫？音は途切れないですか？なんでこんなカクカクなんだろう。画質がいいからかな。なんですかね。あ、音は大丈夫。マジ。パソコン配信。いや、でもね、パソコンとかいいパソコン使ってんだけどね。カクカクなのは直せねえのかな。なんでふわっているの。いや、なんかそういえば登録しただけやってなかったなってのと。あとね、ちょっとね、ここにいる人に通じるかわかんないけど、サンバがね、できないんだよね。サンバがしないとマジね、本当に収入が全然ないので、サンバするとさ、イメージ悪いみたいなのがあるから、別に違法ではないんだけど、あ、パソコンからだとあれなんだ。隠るんですか？俺 iPad とか持ってないもん。チャンネルやれ。いや、そうなんだけど、チャンネルやってもさ、お金くんの3ヶ月後とかになるんですよ。まじ、収入がなさすぎて、本当にきついんですよ。いや、もしかしたら、ふわって言って稼げるのかなって、なんか稼げるって話を聞いたんですよ。でもね、俺ね、ほんとどうかと思う。なんか、別に直接銀行口座を出す配信も全然ありだと思うんだよね。結局こんなさ、ふわっちとかさ、アフリカとか FC2 とかのチップとか、まあ YouTube とかでもそうだけど、チップ制度があって、運営に何割か持ってかれて、それは現金でもらえるわけじゃん。それはいいのになんで銀行口座自分で出してカンパしちゃいけないの？別にさ、パチンコじゃねえんだよっていう、3点方式じゃねえんだよっていう。
なんかでも叩かれ方とか違うやん、ちょっと。まあ本当にただのイメージの問題なんだろうけど、別にさ、業者を通して3点方式的な感じだったらいいってわけでもないと思うんだけど。いや、本当思うよ、それ。それでもなんかやっぱりワンクッション業者とか通した方が、まあ確かにね、銀行口座自分から出したらなんかイメージ悪いってのはわかんだけど、結局こういう、なんか、チップくださいってのも一緒なわけじゃないですか、言ってしまえば。金くれって言うと全く一緒だから。なんかね、世の中どうなんすかね、そういうのはね。ここが変だよ、日本人って感じよ。いやー。座ってて、信号見えたい。本当っすか？事前に告知とかね、宣伝してないんで、どんだけ人来るかなって感じなんだけど。一応、ツイッターとニコニコのお知らせでは今告知したんですけど、たった今ね。ハーフング平角できてるのか、できてないですよ。何食べてる？これなんか駄菓子。これ。なんか駄菓子屋に売ってるじゃないですか、これ。ちょっとコーラ欲しいな。あ、ハートプレゼントありがとうございます。これどうしたらいいの、これ。このハートとかさ、うわ、なんかいっぱいもらった。これってなんかお金に換えれるんでしょ？よくわかんないんですけど。花火投げたらなんかしてる。花火ってのがなんか500円ぐらいになるって聞いたんだけど。これ、よくわかんないんですけど、これ、どうするんですかね。なんか交換するページがあるんだろうね。これ何なの？風船とか、いろいろあるじゃん。これ多分一個一個換金できるんだと思うんだけど。これ一個いくらぐらいなんですか？花火ってのが500円って聞いた。ハートは2円。あ、マジっすか？ハートがいっぱいあるからまだ投げれる。マジっすか？え、これ何？お金を買ってんの？これ。いっぱいあるってどういうこと？ 課金するんじゃないんですか？それとも何かで貯まるんですか？毎回課金するわけじゃないんだ、これ。こんにちは、こんにちは。課金してる、マジっすか。あ、一回課金して、それがなんかそのポケットみたいなところにある。ポケットっていうか、なんて言うんだろう。一回こう、あげるたびに課金じゃなくて、一回課金して、もう、そのなんか自分の持ち物みたいなところにあるってことか。リスナーは花火1080円で買って投げてる。あ、ここに来ました。半分ぐらいないでしょ、これ。予習くらいして、こう、いやいや、わかるよ。大体わかるよ。この、もらったものが換金できるで半分ぐらいっていうのは知ってるんだけど。半分はでもね、ちょっと足元見られすぎだよな、ちょっとな。
ちょっとコーラ買ってきていいですか？ ちょっとコーラ買ってきます。すぐ来ますね。ちょっとね、私が買った？あ、なんかいつの間にか人増えて、買ってきました、近くの自販機で。うまい、コーラうまいですね。このさ、カクカクなのなんとかなんねえのかな。この画面がカクカクするの。なんとかな、なんないですかね。高画質配信？いや、わかんない。どうやってやるんですか？てかこれ別に、これ多分高画質になってんじゃないの？携帯はカクカクない。マジでパソコンからだとみんなカクカクになるの？いやでも携帯からだとなぁ。なんか配信しにくそうだし。もうコマ送りだね。ダメだな、ふわって言ってダメだな。パソコンからだとカクカクするんだ。カクカクしすぎでしょ、これ。携帯からじゃないとできないとか。何食べてる？あ、これ、駄菓子のやつです、これ。駄菓子屋でよく見たことあると思うんですけど。振り込み先教えて支援金入れます。マジっすか？本当っすか？本当っすか？でも、ふわって言って口座とか出したらまずいんじゃないの？口座とか出したらまずそうだよね。本当にサンバできないからさ、金なくなったってやばいんだけど、マジで。
あ、コーダ出したらバンなんだ。なんかバンっぽいよね。こういうサイトは特にね。だってこの 結局このふわっちってサイトは中抜きしたいわけでしょ。こう、支援、なんか支援っていうかさ、このアイテムのあれで。それをコーダ出したらだってもうこのふわっちのシステムが崩壊するわけだから。あ、厳しいんすか。お前も来てた。初めてやりました。ふわっち。登録自体はすげえ前にしたんですけど。初めてやった。初見、あ、どうもどうも。みんな来る？まあ、ちょっとずつ人増えてるね。ツイッターのお知らせで、お知らせっていうか、ツイッターでツイートして、あとニコニコの一応お知らせみたいなとこあるんですけど、そこには出したんですけど、リンクっていうか。何これ、自動延長所持数残り10枚ってなんだこれ。これは自動延長のとこ入れといた方がいいのかな。入れとくか。慎吾さん、やっちょとリアルでコラボしてあげて。そういえばなんか、やっちょって新やっちょさんって人でしょ？昔、なんかコラボしてくださいって言われた記憶があるんだが。違う人だっけな。忘れたよ。まあでも俺ね、あんましね、なんかであの人捕まってなかったっけ？なんで捕まったんだっけ？なんかで逮捕されたよね。なんで逮捕されたんだっけ？なんだっけ？乞食とかではないよね。乞食で逮捕されたの誰だっけ？あれ？なんか乞食っていうかさ、そのネットのこう口座を晒したとかじゃなく、なんかリアルな路上で逮捕された。あ、無免許のやつか。いや、無免で逮捕って結構さ、あかんでしょ。だって、無免許で車を運転しちゃいけないなんて、誰でもわかることなのに、それをしたってのは、結構、まずいことだからね。FX はもうやりませんけど、やっと36、何36って年が、いや、もっと若いんじゃない？あの人、わかんないけど。てかさ、この画面がカクカクするのなんとかなんないの？これ、みんなそうなの？みんなパソコンからだとカクカクになるの？メガネ似合う？いや、似合わないでしょ。このメガネすげえ安いんだけど。慎吾さん、こんにちは、こんにちは。ニコ生はね、やってないね。あ、でも、2日前ぐらいにチャンネルやったっけ？チャンマンのもカクカク。あ、マジで？少し痩せたの？痩せてないっす。
パソコンからだとカクカクになっちゃうんだ。ちょっとね、ニコニコはね、ちょっとやりにくいんだよね、正直。まあ、チャンネルで有料限定とかだったらいいんだけど。なんか、アホの、あれですよ。なんか、気違いリスナーっていうかさ、俺のアンチどもがさ、またああだこうだ言うと、なんかめんどくさいから、まあ別に何もやってないんだけど。だからね、あんましね、普通のニコニコの普通の一般の話あんましたくないんですよね。あれ？ってか、風船がいつの間にか11個になってる。これ誰かから、ありがとうございます。よくわかんないけど。こんにちは、ふわっちも始めたんですね。あ、はるさん。あれ、なんかこの前、このはるさんって方見た気がする。ツイキャスだっけな。ツイキャスでかな。これあれですか？このハルさんってこれサムネ本人ですか？これ。キャスでコメントした。ね、確かもらった気がする。これサムネ本人なわけないよな。ちょっとアイドルっぽくないですか？アイドルじゃないか。あ、なんか花火ってのこれ来たんじゃない？ちょっと。え、何これ？あれってか超カクカク。あれってかいつの間にかさ、なんかいろいろもらってない？これ。特命係長、ただの花火師さん。この人がもらったの、くれたの？ちょっとなんかいろいろもらってるぞ、いつの間にか。ありがとうございます。本人ですけど、あ、マジっすか？どこ住みっすか？ うわぁ、これ花火ってこれ1000いくらするんでしょ？うわ、マジか、ありがとうございます。あざまーす！あざまーす！どんどん。俺にこれ500円ぐらい来るってことだよね、これ。マジか。ありがとうございます。ハリさん、ツイキャスとかやってる方？本人？え、ちょっと後で、ちょっとこれツイッター僕フォローしてる、この前多分したと思うんですけど、これ、後で送っていいですか？ DM とか。マジこれ本人。どこ住みっすか？東京近いっすか？ 東京とか近いっすか？いや、ちょっとね、これ、配信では言えないんだけど、花火1080円、マジか！ありがとうございます。なんか、もらっちゃったよ。500円ぐらいこれ来るんでしょ、俺に。あ、関西か。関西じゃちょっときついかな。何？なんで片付けられねえんだよ、食ったと思うの。片付けてからやれよ。なんでも。爪切るんだったらちゃんとしまっとけよ、ほら。この散らかりようなんだよ。
片付けろって言うんだよ、少しは、うん、黙ってたんだから片付けろって言うんだよ、どんどん、うん、なんだよ、この汚ねんは。もういいか、あっち行ってくれや。そうじゃねえ、片付けろって言うんだよ、ちちった。なんでも、なんだよ、このぶっちらかりようは、座敷が、うん、片付けろって言うんだよ、そんなことしてねえで。散らかってんの、まあ、それなりにね。片付けろって言うんだよ、どんどん。ゴミはゴミで入れて、そういう鏡はきちんと折って、座敷を。片付けろって言うんだよ、どんどん。わかんねえな。バカげなことべしやがって。洗濯するもんはね、ちゃんと洗濯機入れんだよ、ここに置いとかねえで。片付けろって言うんだよ、どんどん。洋服はぶら下げてそこにないしさ、こんな雑な部屋ないでしょ、あんた。なんなん、この汚い部屋。どっか行っちゃってくれ、もういいから。金がねえんじゃねえ。貯金箱持ってきてあるから。じゃないミロだ。金がねえ、じゃないミロだよ。小銭しかねえべ。お金がね、マジで積んじゃったからね。いいんじゃねえ。これで社長だっつうから。あきれてもらえない。口座をね、さらすサンバはね、ちょっとね、あれなんで。一応会社の社長になっちゃったんで、だから僕ふわっちって儲かるっていう話を聞いたんでちょっと来てみたんですよ、ね、バカじゃない、違いだよ、あんた。いやね、半分はちょっとぼったくられすぎだよな、半分は足元も見られすぎな気がするんだけど。やめられちゃうけ、社長じゃねえよ、あんた。なんかあんたなんか社長の資格はねえよ、あんた。おじきだんべよ、人間のクズだよ、あんたは。人間として働かねえで楽弁してな、金が減ってくるわけだよ、バカ野郎が。まあ、配信が俺の仕事なんだけどさ、それを分かってもらえないんですよね。あんなもの、あんだよ、金が減ってくるわけねえよ、こんなバカに。これで一生終わりだよ、あんた。自分で終わりが分かんねえかい、てめえのバカが。てめえのバカが分かんねえかい、あんた、うん、あんたなんかこれで終わりだよ、人生。あ、初見です。死ぬって言わなかった、叫び声。もしかして YouTube でニコニコで有名な人ですか。あー、まあ一応ニコニコの人なんですよ、僕。でもなんかそれをね、僕のリスナーが勝手に上げて、僕の動画でお金を稼いでるっていうやつらのせいで、まあ YouTube にも僕の動画が溢れ返ってるんですけど。溢れたものが言えねえよ、こんなクズ。まあそうですね。人間のクズだよ、こんなもんな。自分の部屋はこんなことつけしとくんだよ。全然ってくれ、もういいから。うちを出てってくれるよ。もう自分でアパート買ってやってくれる、何やっても構わないから、本当にうちを汚さないでくれる、これ以上。よし、決まったから。花火がまた来たんじゃない。関係ねえよ。来た。いや、誰、これ誰が送ってくれたとか分かるの、これ。関係ねえよ、バカ野郎が。貯金箱までな。あ、儲かるよ、ただの花火職人さん。あ、来たー、このただの花火職人さんって方がまた送ってくれたの。人にな金もらうような。うわ、ありがとうございます。私はね、人に金もらうような感じになりたくねえよ、悪いけど。いやー、花火職人さん、ありがとう。なんか、ほんとありがたいっす。慎吾さん、これ濡れてるけど、なんで濡らしたの、ここ。これなんで濡れてんの。え、なんで濡れてんの、これ。何が濡れてるんだよ、これ。洗ったんだよ、汚れてたから。何が洗った。手のとこだけ汚れてたから、洗ったの。洗わねえよ、俺。あんてやんないよ、もう。ということで。私もう何もしてやんない、この子は。いや、ありがたいっすね。花火だって、これ。うん。いつまでなっても、こじきじゃん。ありがとうございます。いつまで経ってもこじきやってじゃん。いや、これ違う。こじきじゃないんだって、これ。こじきだよ。口座出してないもんだって、俺。こじきだよ、あんた。口座は出してないぜ。ね。こんなバカガキ、早く死んだ方がいいよ。配信でダメだったら死ぬったんだから死ねば、早く。人に資本金を50万も出させてよ。ありがたいっすね。親にな、資本金50万出させてよ。ダメだったら死ぬったんべ。早く死ねえじゃんべ。てか、とりあえず。50万いいから死ねえよ、早く。死んでくれよ。とりあえず、あっち行ってくんないか。いらねえよな。終わった、危ない。50万いいから死んでくれよ、早く。もうなさっていいから。死んだ方がいいから。こんなもんにいられちゃ、この先まだ取られるから。冗談じゃないよ、私。
こんなクズ。配信業がダメだったら死ぬって言わなかったか、あんた。もう、死にゃいで。死ねば、早く。死ぬだけの勇気ないの？もううるさいよ。お前の親父のが死んだんだから勇気があるじゃねえけ。お前も死ねば、早く。いなくていいから、死んでいくれ。あ、うちのね、必要ねえから、こんな時期。僕の本当の親父、ガチで自殺したんですけど。ろくでもねえ、じじいだったよ。うん、それをなんか一緒になるのにね、私にみんな相対して、僕それを焦って150万を女にやらせた男だから。うん、ほんで、金がねえともらい来た男だよ。この子によく似てるよ。金が東京に仕事がねえってね、30万くれってくるんだよ、いつも。電車にこう、ほんと。最低だよ。それをね、こういうふうに言う人ですからね。死んでも、死んだって涙こぼさないよ、あんなじじい。あんな男じゃねえもの。男じゃねえ、あんなもの、うん。私は男には懲りてんだから、もう、どの男にも、子供にも懲りてるし、今のじじいにも懲りてるし。もうたくさんだよ、男なんだ。うんじゃれだよ。金の方が一番いいよ。金がなきゃもう終わりだよ、人間は。こんな汚い部屋にするやつは出てけ、早く。いなくていいから。自分の宇宙だ、ここまでな、汚くするやつは出てけよ、どんどん。出てけって言うんだよ、一応。いらねえから、あんたみてえなよ、よた野郎は。働きもしねえで、30になってブラ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 してやがってよ。クソガキが。だから俺はね、配信の会社を立ち上げたから、これが、配信が俺の仕事なんだよね。仕事なんか関係ねえよ、一銭も減ってきねえよ。おめえ、税金人に払わせんじゃねえだ、おめえ。赤字になって。うん、俺払ってやねえからな、一切。あんたのことはもう。こんなクソガキ、しないでよ、どんどん。いなくていいんだから。それぐらいの服はいいから死んじゃえよ親に迷惑かけて。これふわっちってこれあれなんですか、だいたいこう多分この右上に出てるのがこっちか、右上に出てるのがこれ閲覧とあれだよね、こう累計のやつで。こんな記事持ってる親じゃなきゃわかんない、これこの気持ちは。閲覧とかどれぐらいが普通なんですかね。いなくていいから、こんな予定やろう。仲良しではないからどう見ても。あ、風船ありがとうございます。あ、風船とかプレゼントされたらこのコメントの横に出るんだ、これクズがよ。こんなもんツイキャスだと画面上に出たりするけど、こんなクズに物を持ってきないでください、うん、私が大変ですから。もうこんなことやろう、いなくていいんだから。俺はクソジジイだ。シネさんありがとうございます。このまま死んでもらっていいんだから、いつでも。クソジジイさんありがとうございます。片付けをすんだよ、自分で切らされたもの。クソガキ。メカブさんありがとう。クソジジイさんありがとう。てめえで来たもの、なんでこういうとこをほっとくんだよ、クソ野郎。ありがとうございます。いっていって俺ありがとうございます。ありがとう。頭くるよね、このガキがいっぱい。本当にもも死んじゃえ早く。もももさんありがとうございます。どこでもねえことばっかりしやがってよ。月1のリスワン取れば、何それ。あー来たこれ、花火職人さん。うわマジか、うわーマジっすか、花火職人さん。特命係長、ただの花火師、ただの人師だろそれ。ありがとうございます。マジか、これ500円ぐらいだよね、これ買う方が1000円ぐらいで、もらう方が500円ぐらいだよね、これ。あざまーす。にゃっこエコさん、ありがとうございます。こっち来られたくねえよ、おら。あっさんば、あ、ちなみにさ、これ、ふわっちって、これ、こんなバカいないよ。音楽って流したらまずいの、これ。あんたみたいなバカよ、こんなクズ。片付けなくてよ、あんなことやってねえで。自分で注意書いちゃったんだよ、これ。あ、コメント戻っちゃったな、ハンバーガー。あー、ありがとうございます。